決勝戦までやってきました。それでは呼び込みます、リョウ VS46 出てきてください。ヘイ、それではこの試合も選択制となります。次にビート DJ チャカお願いします。続いて DJ クレハお願いします。ナイス DJ、 これを踏まえて先攻方向じゃんけんお願いします。方向で山田君、それでは本日の優勝者決める準備できてますか。足りない足りない、本日の優勝者決める準備できてますか。ビート1本目でごめんなさい、危なごめんなさい、ごめんなさいやったごめん。それでは行きましょう。先攻46、後攻4、発射節3ターン、レディーファイト。テンパってしまうぐらいこの場所熱くなってるよな。俺も戦国この場所決勝出すの初めてだ、だからここぶちかまさなきゃいけねえんだ。お前のバイブスそれも全て分かってる、だからここ真っ向勝負絶対にさせないぜリベンジマッチ、だからこの場所のバトルいつは一世一代。この1回のバトルに人生全てをかけてるラッパーのアンバーバーストなめんじゃねえぞ。お前ら始める準備はいいか、相手が相手だ、本気だぞ。言ったくせに今本気出すのかよ、マジでそれは遅いぜ。俺だからじゃねえ、全員に対して俺も本気でやってんだよ。1回戦2回戦3回戦4回戦決勝まで続いていくこの道のり、当たり前だろ、誰にも止められねえ、関西人に取らせねえ、横浜に立った俺だって。俺は昔正社員さんに柔道着で出たら戦国本戦で言われたんだよ、断って実力一本で来たやつが本気じゃねえわけがねえだろが。それを言いてんだよ、どんだけ断られてどんだけやめろって言われてやってきた結果ってやつがここに出るんだよ。それが分かってなかったらおめえはあげえぞ。しかもアンダーグラウンドはいろんなところから上がってきてる、一般エントリーあんたも確かにかっこいいかもしれねえ、俺は仕打戦とのバトルがずっと残り続けてる、それを塗り替えにここに来てんだよ。分かるかその意味が、お前だっていろんな苦悩を背負ってる、俺だっていろんな苦悩を背負ってる、レペゼンミーまずは後ろから背負ってく、時代変えんのは俺だ、分かっとけ。オッケー、お前時代変えるチャンス何回もあったのに出戻りしてるラッパーに勝てるわけせるわけねえだろ。オッケー、お前ボディエンスと乗り方だけでは勝てねえぞ。言葉の本気の力それがいるから伝えてくだけだぜ。俺はもちろん IFK 頼む、今日だけ俺を愛してくれ。終了。それでは判定に移ります。先攻46、後攻亮、優勝は亮。そしたらちょっと準優勝者の自分からまず一言ありがとうございました。本当になんか本当に戦国イベント、この景色、決勝まで来てこの景色見れた初めてっていうか久々っていうか、すごい嬉しいなって思ってます。なんか本当にここ最近バトルめっちゃ調子悪いっていうか、なんかあんまりなんか気入ってないなって思って、ちょっとバトル休止しようと思ってたんですけど、今回ちょっと正社員さんにお声掛けいただいて、いざ出てみたらちょっとここまで上がってこれちゃったんで、もうちょっとやっちゃおうかな。俺のことまだまだ見たいよって人どんだけいるの。
じゃあついでにこの場所クラブまだまだ楽しめるってやつどんだけいんだ。ありがとうございました。46でした。今日ぶちかましたよ。46に大きな拍手をお願いします。じゃあチャンピオンのりょうくんちょっとマイクに入れていただいて、優勝したからにはやっぱし足りないよね。ラスト最後りょうくんのウィニングラップ見たいとどれだけいますか。 DJ お願いします。イエイ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 。オッケー。まずはありがとうっていう言葉を真っ先に伝えて、いろんなやつら予選で戦ったやつら、これから大阪のマイメイヤ、いろんな各地各所のライバル、マジでありがとうな。お前たちの気持ちは全部横浜に持っていくから、こういうところはちゃんとお前ら見ていてくれよな。俺は伝えて言葉ってやつがいろいろあんだ。その中でこの人生の気に入さ、お前たちも無償で受け取ってくれ。俺からだ。薬はもちろんいらねえんだ。楽しんで遊んでいく準備ができてんか。やることはいっぱいあんだね。さっき言ったことは本物のバスだ。お前らちゃんと聞いてくれ。えよ、だからこそ今日優勝できて最強、レップさせてくれよ、ここ全員の代表。イエーイ、今日優勝したように一番でかい声援と拍手お願いします。こちら賞金の3万円と本日出場券になります。